私は今那珂市古徳にある会議室にお邪魔しています。こちらでお野菜を使ったおうどんが食べられるということでやってきたんですね。詳しくお話を伺ってまいります。はい、お話は NPO 法人夢あかりの会理事長の矢島貞夫さん、そして理事の菅谷喜一さん、そして那珂市商工会の鴨志田久さんです。広志さんでごめんなさい、鴨志田広志さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてこの会議室には NPO 法人夢あかりの会の皆さんがちょっといらっしゃっていただいてるんですけども、皆さんねご紹介できないので、まず3人にお話を伺っていきます。まず那珂市商工会の鴨志田さんなんですが、今回は何のお野菜を使ったおうどんになるんですか？はい、かぼちゃです。那珂市の特産品であります那珂かぼちゃを利用しています。那珂市っていうのはやっぱりそのかぼちゃっていうのが有名な場所なんですかね？そうですね、那珂市の地域資源として位置づけられてるのはかぼちゃとか、あとひまわりになってますかね。はい、はい、そのじゃあ那珂市のこう特産品のかぼちゃを生かしたおうどんを作ろうと思ったということですかね？はいはい、平成21年からですね、はい、地域資源を活用して、はい、特産品を開発しましょうということで始まったんですね。はいはい、でその一環としまして、那珂かぼちゃを使ったうどんというのも、まあ、その中で提案されました。で今日はそのうどんが実際に食べられるということで、菅谷さんご用意していただいたわけなんですよね。はいはい、こんにちは、菅谷と申します。NPO 夢あかりの会員で、うどんを、飲食店をやってますので、はい、今日は、冷やしサラダうどんを、作ってみました。で地元の、はい、農家の人の、ナス、トマト、かぼちゃ、みょうが、きゅうりとこういうものの野菜を入れたうどんを作ってみました。ぜひ食べてみてください。はい、じゃあ早速いただきたいなと思うんですけども、はい、今ねお野菜にかぶっていてもうおうどんが見えないんですけど、おうどんの方もちゃんと黄色の色をしていて、実際にこう茹でてもこのかぼちゃのつぶつぶっていうのが残ってるんですよね。いただきます。うん、うん、もちもちですね。おいしいです。そしてこのちょっとかぼちゃのそのつぶつぶの食感というのも残っていて、本当にもう最高に美味しいですね。本当に夏にぴったりの一品ですね。そうですね、子供がなんかも夏休みうどんが好きですから、うん、お子様なんかと家族で食べていただければ、助かります。私の横に座ってらっしゃるのが NPO 法人夢あかりの会理事長の矢島貞夫さんなんですが、はい、この売り上げっていうのがね、もう何年間ここ販売されているということなんですが、どういったところにこう収益っていうのは還元されていくんでしょうか？はい、那珂かぼちゃうどんを販売始めて約3年経過しておりますが、はい、うん、現在 NPO 夢あかりはですね、はい、市のイベント事業、それから県のイベント事業等々にですね、灯籠の明かりと、はい、それからイレイリデーの明かりで、はい、町おこしをやって参加しております。はい、目的は、夢感動元気づくり、はい、それから地域活性化事業等々を通して、うん、現在活動しております。はい、そういったその市のこうイベントにこの収益というのがなる、はい、ということですか？はい、例えばですね、うん、灯籠等々のろうそく、はい、それの購入費用の一部に当てたり、はい、その他運営費の一部に当てて運用しております。じゃあもう実際にこの販売されたものっていうのはそういった収益になっている、はい、ということですかね？はい、そうですね、うん、有効に活用させていただいております。うーん、はい、ありがとうございました。皆さんお話ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。